世界を変える。やってきたのは愛知工科大学工学部。雨降りの中パソコンをいじるこの男性が今日の主役、情報メディア学科で学ぶ杉村健太さん。大丈夫？壊れちゃわない？ところで何の研究を？無線機を使って信号のない交差点などでの追突防止の安全支援システムの開発研究を行っています。つまり出会い頭の衝突を回避するためのシステム作り。仕組みはこうだ。交差点に一定間隔で無線機を設置。車が進入してくると置かれた無線機からリレー形式で信号が送られドライバーに知らせるというもの。カーブミラーが置かれているだけっていうのがあって、夕方とかヘッドライト消しているとどうしても見えないっていうのが現状なので、ドライバーがしっかりと進入を認知できるシステムっていうのを作っていくべきだと思いました。課題は通信の安定性。さまざまな環境下で実験を行い、データの収集分析に明け暮れる日々だ。中学校ぐらいから、プログラミングとかそういうものに徐々に興味を持っていて、大学は情報系に進もうと。その中で、車が好き、情報系っていうのを組み合わせて暮らしを豊かにするようなシステムっていうのに携われたなと。現状は小さな交差点でのシステムになっていますが、将来的には全ての道路に対してこういうシステムが出来上がっていくことによって、全ての方が安心安全に道路の走行っていうのができるような未来っていうのができてほしいなというふうに思います。未来ピープルズ。